中国に見習えとそろそろ言われ始めてますね、はい、なんとなくそういう風になってきましたね、はい、特にリーニン選手、トンヒー選手ですね、はい、今世界のナンバーワン、ナンバーツーがいますからね、はい、特に見習った方がいいですね、はい、具志堅浩司選手です。開脚背面飛び越しはトカチェフであります。安定性は抜群であります。の背面車輪、足の線が実に綺麗に出ております。具志堅浩司選手、勢いがあります。屈伸から伸身の2回宙返り、何か大変気合が入ってますね。はい、気合入ってましたね。気合入ってましたね、はい、今回の大会で特に目立つんですけども、はい、具志堅選手は意外と着地が弱いんですね。はあはあはあ、しかしほとんど今日は着地止まってますね。それだけにやはり気合が入ってるんですね。着地が止まるというところことは、やはりそれだけの演技に張りがあり、自分の意気込みを感じさせますね。なるほど。ただ具志堅選手言ってましたが、平行棒では確かに具志堅とかですね、はい、イーリーという技が入ってますが、各種目で一つずつ自分だけしか持ってない技、はい、これを作りたい、これが来年の課題だってことを言ってましたがね、はい、そういう風な約束をして、アジア大会から帰ってきたんですけどもね。あ、なるほど、はい、まあ、剣本さんのこれ直系の後輩になるわけですよね。そうですね、9.70 であります。 9.70 であります。結局従いましてソビエトのポゴレロフ選手がこれは文句なしの優勝であります。具志堅浩司選手は第2位。